はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、代理店の乱用、民法107条について解説いたします。基本的な部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。で、まず条文の内容を読みます。代理人が自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなす。このように規定しているんですね。まず、代理権を有しない者がした行為っていうのは、まあ、いわゆるこれ、無権代理だというふうにお考えください。で、まずですね、代理人の話なので、代理人と本人と相手方と、まあ、三者いるっていうことですよね。なんで、ちょっとこちら具体例見ていただきたいんですけども、まず代理人が自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした場合、ちょっとこれの具体例を考えてみます。まず本人が土地を持っていて、まあ、これを売却したいと思って代理に対して、まあ、売却する代理権を与えましたと。売買契約をする代理権を与えた。また、この売買代金も受領できるよと。その代理権も与えました。つまり、代理人っていうのは、売買契約を締結して、相手方、買い主と売買契約を締結して、代金を受領する。この代理権を持っているわけですね。で、通常であれば、そのお金っていうものは本人に渡す。これ当然じゃないですか。当然なんだけれども、今回、自分または第三者の利益を図る目的で代理行為をしているわけなんですよ。例えば、その受領したお金をパチンコ代に使っちゃおうと。まあそういった場合です。その場合は、自分の利益を図る目的で、これ、代理権を行使しているわけですよね。代理権の範囲内の行為をしているわけですよ。だからこの状況に当てはまるわけですね。そういった場合、どうなるのかというと、相手方がその目的を知り、その目的ってどの目的かっていうと、自分または第三者の利益を図る目的ですよね。つまり、この代理人がパチンコ代に使うぞと、それを相手方が知っていた。相手方は買い主なので、代金払いますよね。まあ、これ1000万円であれば1000万円払うと。まあ、払った、そのお金、代理人は、それパチンコ台に使っちゃうってことを知っていた。もしくは知ることができた。そういった場合は、これ無権代理行為とみなしましょうっていう話なんですね。で、まあ、これ結論だけもう覚えちゃってもいいんですよ。この条文覚えちゃってもいいんですけども、このルールがどこから来ているかっていうのを理解をすると、さらに理解が深まるんですね。で、これどういうことかというと、実はこれって心理留保と非常に似ているんですよ。心理留保の場合っていうのは、例えば、まあ、私が冗談で、まあ、この土地を100円で売るよと言ったとした場合、まあ、相手方がそれについて知っていたりとか知らなかったけども過失があった。私が冗談で土地を100円で売るよっていうのを知っていたり、または知らなかったけども過失があった場合っていうのは、これっていうのは契約が無効なんですね。つまり本人を保護するっていう話なんですよ。これが心理留保のルールなんですよね。実はそのルールとよく似ているんですよ。この場合も相手方がその目的を知っていたり有価質がある場合っていうのは本人を保護しているんですね。その本人の保護の仕方が心理留保の場合は契約無効だったんですけども、代理権の乱用の場合は無権代理として扱いましょうって言ってるんですよ。まあ、結局これ無権代理になると本人は追認拒絶をして、まあ、契約はなかったことにするってことができるって話なんですね。じゃあなんでこの心理留保のルールを使っているのか、まあ、完全には使っていないけども、まあ、似たようなルールにしているのかっていうところなんですね。これっていうのは心理留保の場合、意思表示をしたものの真意というのと実際に表示をした内容っていうのが違うんですね。心理留保の具体例、先ほどの具体例考えてみると、私は土地を100円で売ろうって本当には思ってないんですよ。真意ではないんですね。でも表示としては100円で売るよって言ってるわけです。つまり真意、私が心の中で思っていることと表示した内容に食い違いがある。これが心理留保なんですね。じゃあこの代理権の乱用についても考えてみます。意思表示をしたのはこの人ですよね。代理人。この人は真意ではどのように思っているか、心の中でどう思っているかっていうと、パチンコ台に使っちゃおうって、自分のために使おうって思ってるんですよ。一方で、表示した内容っていうのは代理権の範囲内の行為をしているわけだから、
本人のためにこの代理行為をするよって表示をしているわけなんですよね。この代理権の範囲内の行為をした場合っていうのは、本人のために表示をしたと言い換えることができます。つまり真意というのと表示が食い違っている。だからこれは心理留保と似ているから、内容的にも心理留保のルールに近い内容にしているって話なんですね。よって相手方がその目的、代理人の目的を知っていたり、または知ることができた時っていうのは、この場合は本人を保護して無権代理として扱いましょう。つまり、まあ、本人には効果は帰属しないんですね。つまりこう売買契約をしても、その契約の効果は本人には帰属せずに、先ほども言ったように追認拒絶をすることによって契約はなかったことにできますよというふうなルールになっております。じゃあ相手方が善意無過失だった場合っていうのは、このルール適用されないわけなので、まあ、通常の代理権の範囲内の行為をしているので、まあ、契約はそのまま有効になっちゃうと、まあ、いうことなんですね。まあ、言い換えれば相手方を保護しているって話ですね。本人は保護せずにこっちを保護しよう、相手方を保護しようということで、そのまま有効な代理行為として扱って契約は有効にするよ、いった内容になります。まあ、この点ですね、まあ、そのまま結論を覚えていただいてもいいんですよ。条文の内容を覚えていただいてもいいんですけども、まあ、ちょっと深掘りして理解をしていただくと、頭に残りやすいんじゃないのかなと思います。ぜひですね、このように理解をしながら勉強を進めていっていただければと思います。そして弊社の個別指導では、このように理解をしながら学習するってことを行っております。理解をしながら学習すれば、頭に定着しやすくなります。また忘れにくくなりますんで、一回で合格しやすくなるんですね。勉強したら勉強した分だけ実力を上げていただくこと可能です。丸暗記学習だったら、覚えて忘れて、覚えて忘れての繰り返し、結局本試験で頭が真っ白になって点数取れないってなっちゃいますんで、そうなりたくないなっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。